拝見は中華人民共和国治安水省助手市に位置する県。官庁を創始した大祖、劉邦の出身地であり、明朝を創始した大祖、主元省の祖先のある場所でもある。古くから栄え、文化遺産が豊富。止水堤、花風雨台、高素原病、射撃台などの名所があり、官内の拝見場を復元したテーマパークも建設されている。拝見は、 チャンスー,ーの北西端にあり、東には、この山湖が広がり、西北部は、河南省、山東省、安岐省と接する。章宅地が広がる拝剣周辺は、かつては、廃沢と呼ばれていた。春秋戦国時代には、僧により、俳優が設置され、その後生、祖、儀などが、支配権をめぐって衝突している。新朝による、中国統一が達成されると、軍の下に、 廃剣を設置した。廃剣出身の劉邦が全館を建てた後は、死水軍は廃軍と解消されている。また、劉邦が封じた18王のうち、10人が廃剣に席を持っていたことから、千古達筆、帝王少将号と呼ばれた。南北朝時代になると、北西により廃止されたが、596年、隋朝により再設置され現在に至る。 止水定計区以外運河と除廃鉄道が死を南北に貫き、古くから交通の用地である。農地が広がるが、石炭埋蔵量も多く大きな炭鉱がある。機械、宝石、食品工業なども集積している。ありがとうございます。